もう少し待ってくれ。そんなに早く行きたくないんだ。主役だって？俺がいない方があいつらだって喜ぶと思うけどね。俺の誕生日だっていうのに、こんな贅沢な宴がしたいかどうか、誰も俺の意見を聞こうとしなかった。どうした？俺がそんなことを言うとは思わなかったか？あんたが王宮に入ってからもう2ヶ月だろ？俺付きの侍女として衣食住には満足しているか？前に外で踊り子をしていた時と比べてどうだ？そうだな。王宮の外の暮らしはここでの生活とは比べ物にならない。今日の宴は一日中続くから、あんたが前に正殿で踊った時よりもはるかに盛大だ。どうだ、楽しみだろ？そうだな、叔父上は確かに俺の誕生日を重要視している。こんなに豪華な宴なんて身に余る光栄だよ。ファラオ、ファラオよ。間もなく宴が始まりますが、ご準備いただけましたか？ファラオよ、もう宴が始まる時間だというのに、まだ寝床で横になっているのですか？
そこの次女、これはどういうことだ。なぜ未だにお召し替えを済ませていない。まったく、今まで何をしていたんだ。君、顔を上げなさい。あれ、おじ上、そのお召し物はいつあつらえたんですか。ああ、これは今日の宴のために特別にあつらえたものなのですよ。道理で見たことがないわけだ。その服、おじ上に大変よくお似合いですよ。顔写りもいいし、いつにも増して魅力的に見えます。ファラオよ、それは褒めすぎです。そんなに大したものではありませんよ。恐れ入りますが、本日の宴はファラオの生誕を祝う盛大な催しです。会員たちは皆、あなたがお見えになるのを心待ちにしております。ファラオがなかなかいらっしゃらないので、宴に何か不満がおありなのかと思いましたよ。まさか、私のためにこんなに盛大な宴を開いていただいて、嬉しく思わないはずがありません。ところでファラオよ、本日は多くの方々があなた様への祝儀をお持ちくださりました。先ほど私が確認いたしましたところ、危険なものは隠されておりませんでしたが、いかがいたしましょう。ありがとうございます。おじ上、生誕祭を催すためにお時間を割いてくださっただけでなく、私の身の安全まで配慮していただいて本当に感謝してもしきれません。そうだ、もしそれらの祝儀の中にお気に召したものがあれば、すべておじ上に差し上げましょう。ファラオがそうおっしゃるなら、ありがたくご恩恵に預かります。ではお召し替えの邪魔になってはいけませんので、先に正殿でお待ちしております。わかりました。ではまた後ほど。よし、じゃあ行くか。片付けは後でいいから、俺と一緒に正殿に行こう。さっきまで宴に興味がありそうなことを言ってたのに、もう気が変わったの？
あんた、どうしたんだ？お前たち、早くこの子を馬車に運んでやってくれ。蛇の毒は回るのが早い。急ぐんだ。ほら、着いたぞ。それじゃあ、俺たちも中に入ろうか。どうした？来ないのか？そんなところで突っ立って何を考えてるんだ？もしかして俺がかっこよすぎて見とれてたとか？それで俺が飲むと思うか？あんたに飲ませてもらおうと思っただけなのに、自分で飲んでどうするんだ？そんなに豪快な毒味をするやつ初めて見たな。
いや、いいよ。この杯のままでいい。あんた本当に鈍いんだな。道理で顔が綺麗な割に踊り子としての人気がなかったわけだ。他の奴らがどうしてるかよく見てみろ。なんでこんなに酸っぱいんだ。さっきの酒よりずっとまずいぞ。そうだよ。あんたもこれでどうすればいいか分かっただろ。残っていないとはどういうことだ。自分で飲んでみろ。こんな酒が飲めると思うか。摂政殿下、ここ数年の度重なる洪水被害は国民の暮らしに深刻な影響を及ぼしており、一部の地域ではブドウどころか食事にありつくことさえ困難な状態です。私が聞きたいのはそんなことではない。前と同じように甘いワインを持ってこい。こんなものでごまかせると思うな。まったく、今日はファラオの生誕祭だというのに、貴様らこんなことが許されると思っているのか。しかし殿下、あなた様の前にあるのは現在ご用意ができる中で最高品質のワインなのです。どうか各地の被害状況をご覧ください。私たちの国民は今食べるものもなく悲惨な生活を送っております。愚か者めが私に口答えするな。主衛はどこだ。こいつを。おじ上、おじ上、今日は私の誕生日です。せっかく皆さんが楽しんでいるのに、取るに足らないもののために雰囲気を壊す必要はありません。この酒、確かに口当たりは悪いですが、美女と合わせれば特別な味わいになるのではないでしょうか。
早くこの者を追い出して、引き続き美女たちの踊りを楽しむとしましょう。摂政殿下、戴冠式が控えておりますので、この時期の摂政は避けた方がよろしいかと。まあいいだろう。なら貴様は王宮から出て行け。二度と戻ってくるな。誰かここをきれいに片付けろ。それから新しい酒を持ってこい。いや、いいよ。俺はただこういうわけのわからないものを見るのが嫌いなんだ。踊ってる彼女たちが疲れなくてもこっちはもう見飽きたっての。いいね。どんな面白い話なのか聞かせてよ。いい話だけど、俺の好みじゃないな。そういう話は世間知らずの女の子に夢を見させるためのものだからさ。どうせその話の続きは女の子が一命を取り留めて貴族の青年と恋に落ちて愛し合うとかって流れだろ。でそんなに探したがるんだ。あんたの話じゃその子はもう謝礼を渡したんだろ。もしかしてその青年があまりにも美形だったから女の子が一目惚れしちゃったとか。
そうだったのか。そういうことならこの話は余計につまらないな。ちゃんとした結末もないし、全然ダメだ。何を考えてるんだ？そんなに騒ぐなよ。守衛に見つかったら証拠品と一緒に捕まるぞ。心配しなくても、あんたが逃げたりしない限り人は呼ばないから。そうか、じゃあなんでこんな壺なんて持ってたんだ？たった2ヶ月の間に王宮の構造をここまで把握していたとはね。しかも守衛の巡回ルートまでよく調べてある。やるな。長い間あんたを見張ってた甲斐があったよ。抵抗軍の女の子ってみんなこんなに演技がうまいのか？おかしいと思わなかったか？無口でろくな奉仕もできないあんたを、なぜ俺がそばに置いてるのか。実は、あんたが踊り子として王宮に現れた時から、あんたのことを疑い始めてたんだ。そこだよ。あんたは普通の踊り子のふりをしてたけど、残念ながら俺は記憶力が良くてね。あんたとはどっかで会ったことがあるような気がしたんだ。だからあんたが何者なのかを知りたくて、わざと俺付きの侍女に指名したってわけ。
そういうこと。まあでもなかなかいい演技だったよ。俺がいくら試しても手の内を明かすことはなかったし。次女の役があまりにもできすぎだったからさ。あんたが本当に市井の踊り子で王宮の映画を享受したいと思っていたなら、もっと積極的に俺に近づいてきたはずだ。あるいは俺がただのクグズだと気づいた時点で、摂政に会うたびに俺の後ろに隠れたりせずに、もっと彼に好意を示すべきだった。俺はそういう女を腐るほど見てきたんだ。それに比べてあんたは野心がなさすぎた。敵を擁護するようなことを書くなんて、あんた世間知らずで無防備なのか、それとも真面目すぎるのか。たく2年前と変わらず鈍いやつだな。ああ、さっきあんたからあの物語を聞いて、どうしてあんたに見覚えがあったのかはっきり思い出したよ。そう、2年前にあんたを助けたのは俺だ。いや、俺はあんたと取引をしたいんだ。ああ、帝国軍は今政権を奪おうとしているんだろう。摂政を倒すために俺も手を貸してやる。どうだ、俺の条件聞いてみたいと思わないか。確かに帝国軍は俺の敵だけど、摂政も同じく俺の敵だ。俺だって彼の暴虐の被害者だからな。王宮での俺の境遇がどんなものか、あんたはもう見ただろ。俺には権力も権威もないし、できることだって限られてる。だから俺も自分のために戦いたいんだ。俺の兄上たちはあの摂政の手にかかって死んでいった。俺が成人した今、彼が俺を容認できなくなる日もそう遠くないはずだ。だけど俺には彼に反抗するための力がない。だからただ死ぬのを待つよりはあんたたちを選んだ方がいいと思ったんだ。あんたたちの方がいい人に見えるからかな。帝国軍がいかに国民から支持されているかは俺も聞いたことがある。その通り。別に帝国軍は民衆の心をつかみ、王朝は国民からの信頼という国家の根底を失った。俺には最初から選択の余地がないんだ。摂政の今後の予定と彼の護衛の配置場所を教えてやれる。1ヶ月後、
摂政は正式にファラオに即位する。戴冠式は神殿前の祭壇で行われる予定だ。戴冠式が始まる前、彼は神の祝福を受けるために神殿の中の拝殿に入る。神への敬意を表すために神殿に入るときは武器を身につけることも、護衛や側近を連れていくこともできない。その日こそ抵抗軍が行動を起こす絶好の機会だ。返事は急がなくていいよ。あんたがただの構成員で決定権がないことは分かってるから。まずは俺が摂政からの離反を望んでるってことをあんたの資料に伝えて、協力を受け入れるかどうかを判断してもらおう。2年前あんたの命を救ったんだ。伝言を送るくらい無理なお願いじゃないだろ。これ、ただの気候だよ。そうか、どうだった？その点はご心配なく。摂政周辺の警備体制はよく知ってるから。戴冠式は俺も参加したことがある。守衛の配置は同じだ。へえ、そんなにあっさり承諾してくれたんだ。
彼らは本当に承諾したのか？いや、何でもない。その彼らからの返事だけど、俺にも見せてもらっていい？わかった。あんたを信じるよ。あんたたちの狩猟、ちゃんと約束を守ってくれるといいな。今夜の月は綺麗だな。知ってるか？俺は毎晩悪夢にうなされて目が覚めるんだ。俺にとってこの王宮は家なんかじゃなくて戦場なんだよ。兄弟姉妹は信用できないし、親族からも目の敵にされる。血筋による俺たちのつながりは愛情じゃない、深い悪意だ。長い間俺はずっと恐怖の中で生きてきた。唯一の望みがあるとすれば、生き残ることだけさ。俺は権力なんか欲しくない。ただ普通の人間として毎晩恐怖に襲われることなく過ごしたいんだ。抵抗軍と権力争いをする気はないし、そもそも何かを争うための力もない。何しろ俺は役立たずの傀儡だからな。王朝はなくなり、いずれは抵抗軍が上に立つ。長年の戦争で疲弊した国民が必要としているのは平和なんだ。残念だけど、権力争いはあんたが思うほど単純じゃない。そう全てが丸く収まることはないんだ。
神よ、あなたは夜を昼に導き、万物に生命を、人間に魂を与えてくださいました。尊敬する摂政殿下、前に出て神の祝福をお受けください。摂政殿下、関係者以外、神殿への立ち入りは禁止されて。王宮に内通者がいた模様。抵抗軍が王宮に侵入しました。何だと？そんなバカな。つい今しがた、血まみれの従者より抵抗軍が王宮に侵入したとの報告を受けました。他の守衛たちはすでに王宮の防衛に向かいましたので、あなた方の安全は私がお守りいたします。摂政殿下、ファラオ様、一刻も早く私と一緒にここを離れてください。神殿には裏口がある。裏口から出るぞ。助け、早く助けてくれ。摂政殿下、お早く内殿にお下がりください。この賊は私が始末いたします。司祭よ、早く内殿に連れて行ってくれ。お前たち何をしている。早く私を守るんだ。
摂政殿下、早くお逃げください。死ねえ。摂政殿下、そんな、ファラオ様。そこで突っ立って何してるんだ。抵抗軍から身を守るために外に出るんじゃなかったのか。あなたたちも早くここから離れてください。司祭は神の使者として尊敬を集めているから、彼らも難癖をつけるようなことはしないでしょう。ファラオよ、私たちはここを離れるつもりはありません。礼ならいらない。俺たちは協力者だからな。次は俺の番かな。返事は？次は俺の番なんだろ？抵抗軍の資料がそんなに甘いはずがない。あんたの次の任務は俺を殺すことだ。違うか？
演技ね。なんでそう思った？あんた意外と頭がいいな。簡単に人を信用しない方がいい。たとえその人があんたの命を救った恩人だったとしてもね。怖いか？あんたの前で気取るつもりはないよ。今のはただの思いつきであんたを試しただけ。幸いあんたは俺を裏切るつもりはなかったみたいだし。あんたみたいに約束を大切にする人は初めて見たよ。その執念深さを褒めるべきか、それとも頑固すぎると言うべきか。俺はあんたの同情を引くためにわざと本当の姿を見せた。それだけじゃない。恩人の立場を利用してあんたの信用を得ようとしたのに、どうして今になっても俺を助けてくれるんだ？俺があんたの命を救ったからか？俺の態度。責任を取るってどうやって？まさか世界で初めて俺のことを理解してくれたやつが俺の敵だなんてな。俺がここで逃げたら、あんたのこれまでの判断が間違っていたことになる。きっと抵抗軍から責任を追及されることになるぞ。
俺にこんなに義理立てしてくれたあんたを不利な立場に立たせるわけにはいかないだろう。俺は逃げない。こんな形で俺に報いる必要はないんだ。おい、起きろ。目を覚ますんだ。ああ、君の情報のおかげで俺たちは王宮を奪取することができた。ついてきなさい。あの人がファラオかどうか確認してくれないか。神殿の司祭からはファラオは自分が無力であることを痛感し、神殿の奥で自ら命を絶ったと聞いた。君はファラオのそば使いをしていただろう。彼が本当に泉圭なのか確かめてほしい。どうだった？彼は本物のファラオなのか？神殿内でコブラが見つかった。おそらく彼は毒蛇を使って自殺したんだろう。コブラの毒は短時間で人の命を奪うことができ、痛みも苦しみも感じることはないと聞く。
さっきこの気候で面白いことを読んだんだ。いつの日か自分の目で見てみたいと思ってさ。そう、気候によると西の端にあるオアシスの近くにたくさんの吟遊詩人や芸術家が暮らす小さな町があるそうなんだ。いや、俺が知りたいのは彼らの生活の方なんだよ。毎日朝日と夕日を楽しみながらのんびり創作活動ができたらきっと幸せなんだろうな。あんた、いつも他人と俺を見間違えてるんだ。どうやら俺はあんたの中で結構大事な存在みたいだね。どうした？あんた泣くなよ。もう泣くなって。ほら、俺はちゃんと生きてるだろ。あれは仮死状態になる薬を飲んで中毒死したように見せかけただけだ。ああ、あれは毒のない蛇にわざと噛ませて偽の噛み傷をつけたんだよ。あんたも気づいたと思うけど、神殿の司祭は俺の味方だったんだ。彼らは遺体を調べた後、傷口がコブラの歯型と一致するって口を揃えて言ってただろ。実際に俺の呼吸が止まったのを見て抵抗軍の狩猟もあまり疑いを持たなかったらしい。それから司祭たちは俺の遺体をすり替えてこっそり神殿から運び出したんだ。
なんでだろうな。実を言うと、最初は素直に隠し通路から逃げることを考えてたんだ。でもあの日、あんたが剣で自分の肩を刺したのを見て、急にそんなことはしたくないって思ったんだよ。今自分を正当化できるとしても、100年後、1000年後の人たちが俺をどう評価するかはわからない。他人に認めてもらったところで、俺には何の意味もない。俺の人生が素晴らしいかどうかは、俺が自分で決めることだ。それに俺の目的はもともと、この腐敗した国に新たな生命力をもたらすことだったからな。国を根本的に変えるためには新しい勢力が必要だ。抵抗軍はまさにぴったりの存在だったよ。彼らが一日でも早く事態を進展させて死傷者を減らし、国民が平和を享受できる日が来れば、俺はそれで満足だよ。絶対的な真実なんてないだろ。あんたが今まで見てきた俺は全部俺の一部だよ。いたずらが好きなのも、慈悲深くて善良なのも、そして敵に対して冷酷非情なのも、全て俺の一面に過ぎない。俺はもうずっと前から人によって自分を変えることに慣れてる。何しろ生き残るにはそうするしかなかったからね。だけど、そんな俺の演技を見破って本心を見抜く奴に出会えるなんて思ってもみなかったよ。さらに面白いのは、そいつが俺の敵でもあったってことだな。最初の頃は彼女とはただ馬が合うだけだと思ってたんだけど、この半年間俺はなぜか彼女のことをよく思い出してたんだ。だから気づいた。俺の中で彼女はそれだけ特別な存在なんだって。あれ？きっとあんたも同じように思ってくれてると思ってたんだけど。さっきだって俺が生き返ったことに感激して大泣きしてたんだろ？違うのか？そっか、俺がうぬぼれてただけか。ああ、まあそうだよな。俺は落ちぶれた逃亡者で、ちゃんとした身分もない。片やあんたは抵抗軍の大功労者。俺なんか眼中にないのも当たり前か。いろいろな問題はあったけど、それも全部落ち着いて、俺たちが望んでいた平和な時代が訪れた。だからさ、次は俺と一緒に旅に出て、外の世界を見に行かないか？Thank you.
急いで家に帰ってきてほしいってどうかしたのか？そう、職人に頼んで俺がつけられる大きさに調節してもらったんだ。さっき外に出たのもこのバングルを取りに行ってたんだよ。このバングルってペアになってるものだろ？もう片方はまだ持ってるのか？それじゃあんたもつけてよ。これは俺たちの絆の証なんだから。そんなに印象に残ってるんだ。それもそうか、あんたあれを俺につけるとき、いつも強敵に挑むような顔してたもんな。ワイン？最近のワインは高いだろう。なんで急に買う気になったんだ？お礼のつもりならちょっとわがままを言ってもいい？それじゃあんたに飲ませてほしいんだ。去年の生誕祭の時みたいに。なんだ、さっきはあんなに快諾してくれたのに、嘘だったのか。え、いやいや、俺は杯を使ってって意味で言ったんだけど。でもあんたにもっといい方法があるって言うなら、試してみてもいいと思うよ。そんなに怒らないでよ、冗談だって。でもあんたに叶えてほしい願いがあるっていうのは本当だ。これからの毎日をあんたと一緒に過ごしたい。これが俺。ファラオだった頃は星の数ほど人がそばにいたけど、本当に俺のことを気にかけてくれるような人はいなかった。でも今は違う。あんたといると人生が無限の可能性に満ちてるみたいで、毎日が楽しいんだ。それでこの願い、あんた